東京防災、東京防災の広報ポスター、東京防災は、東京都が2015年9月1日に、東京都内の全世帯に配布した防災用のハンドブックである。今後、東京を襲う可能性がある、南関東直下地震などの災害への対策について書かれた本である。アートディレクションは、立川英介が担当し、 B6 版338ページのガイドブックのほか、都内各特別区及び各市町村内の居住区域に合わせた避難地図、ドアや玄関ポストに貼るためのアクション、東京防災ステッカーが同封されている。2015年9月1日から順次、東京都内の各世帯に配布された。750万部が作成され、その印刷、 郵送に20億4000万円がかかった。なお、ガイドブックの内容については、PDF 形式で東京都の公式ウェブサイトにて無料で閲覧でき、さらに多言語対応として、英語版、中国語版、韓国語版も提供されている。2016年に韓国で発生した京州地震の際には、韓国語版がインターネットにて話題となり、韓国のニュースでも取り上げられた。 刊末には、川口会議による漫画、東京 X デーが掲載された。配布開始前に冊子には、若干の記載ミスがあることが発覚していた。災害時に配慮が必要な人である障害者、妊婦などを表すシンボルマークを記載したページの、題名を、障害者に関するシンボルマークとした誤りがあり、シールを貼るなどして修正すると4億円かかるため、 ご職を直すことなくそのまま発送することとした。発行当時のマスゾ一東京都知事は、この書籍の位置づけを、スイス政府が国民に対して配布している、民間防衛の災害版と表現している、マスコットキャラクター、防災君も制定した。2015年11月16日より140円で販売を開始し、 企業や東京都外の住民でも入手することが可能となった。ありがとうございます。